立憲民主党福山哲郎に説明要求、チューズライフプロジェクトに資金提供で。立憲民主党が秘密裏にチューズライフプロジェクトに対して資金提供していた問題で、21日の記者会見にて、立憲民主党の泉健太代表が次のような発言をいたしました。当時の当事者である前幹事長が国民に説明せねばならないと思う。 説明が必要なことがあれば本人が説明する。新執行部としては望ましくなかったと認識している。疑念を与えたことは反省し、適切ではなかったということでお詫びしたなどとなっておりまして。まあ、こちら要するに立憲民主党の福山さんに対して資金提供について説明するように要求がなされておりますが、まあ、ただ立憲民主党として 当事者同士で説明しろと言っても、まあ、傷のなめ合いになるだけでございますので、第三者委員会で調査をしなければ意味がないものと思われます。立憲民主党には、この資金提供の問題が問題であると認識しているのであれば、速やかに当事者による調査や説明だけではなく、弁護士などの第三者を踏まえた 調査を行っていただき、遅くとも参院選までに国民の皆様に対して、有権者の皆様に対して説明責任を果たしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。